ノースキャンパスブリガムヤング大学は、末日生徒イエスキリスト教会が運営するアメリカ合衆国の名門私立大学、モルモン教の中心地であるユタ州プロボに設置されている。1875年10月16日、末日生徒イエスキリスト教会のユタ州のモルモン教と入職者に対する教育を目的に創立されたブリガムヤングアカデミーを前身に、 1903年に大学としての認可を受けた。様々な分野で非常に優れた教育を施し、多くの人材を送り出してきた。その中には、アメリカ大統領候補となった、政治コミット・ロムニー、デル CEO を務めた経営者、ケビン・ロリンズ、芸能人、ケンジェニングス、作家のステファニー・メイヤー、オースン・スコット・カード、スティーブン・アール・コビー、日本マイクロソフト株式、 会社代表取締役社長、平野拓也らが含まれる。特に、アカウンティングと服装と、見出し並み等、細かい規則を守る、用疑義務付けられている。オーナーコードには、モルモン教の今しめと同様の知恵の言葉、純潔の立法などがある。ビュには21の NCWA 代表チームがあり、全チームで、愛称はビュー・クガーズである。以前は、マウンテンウェスタンカンファレンスに所属していた。 2007年、歴史学科は大学院生の受け入れ停止を決定した。主な理由として学部に集中した方が良い、教育環境を維持できると判断されたことや、モルモンの歴史研究を従る学生が大きな割合を占めすぎていたこと、またそれらは歴史学というよりは宗教的な正当性を歴史的に探すという目的であったため、歴史学として成立するには、 難しいと判断された、などが、生徒や教授の間から言われている。ビュの歴史学科においては、モルモン教の歴史観や宗教観の正当性に疑問を問うことになる研究に、対しては、批判や抽象などが相次いでいた。また、宗教上の教義から、進化論の教育について議論が起きた時期が存在する。2017年、マネーマガジンの、 ベストコラージュにおいて本校は105位にランクインしている。卒業生においては、ノーベル賞受賞者のポール・ボイヤーや電子式テレビを発明したフィロファーンズ・ワース、補聴器の開発や、油敵実験を行ったハーベェイ・フレッチャーなどを排出している。